続きましては昨年川崎市に誕生しましたあの施設と川崎フロンターレが新たに結ぶ提携のご紹介がございます。その施設とは川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムです。そして人を愛する優しい気持ち、読んだ人の心まで笑顔にする、そんな漫画を描き続けた藤子 F 藤尾先生。そして昨年9月3日藤子 F 藤尾先生の思いが詰まった川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムが、長年先生が住まわれた地川崎市多摩区にオープンしました。そしてこの度川崎フロンターレはここ川崎を拠点として盛り上げ、さらに震災後の日本を、特に子どもたちを元気にしていくべく、川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムと力を合わせて活動していくことになりました。提携名称は川崎フロンターレの F、 そして川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムの F をかけ、川崎 FF パートナーとして活動を推進していきます。はい、それでは川崎FF パートナーの提携内容をご紹介いたしましょう。まずはじめにご紹介するのは藤子 F 藤尾先生作品のキャラクターが登場のビッグフラッグを制作いたします。すでに昨年の7月に開催されました市政記念試合の際に市政記念を祝して制作しましたドラえもんのビッグフラッグをご記憶の方も多いかと存じます。さらに今回は川崎を共に盛り上げるべく、藤子 F 藤尾作品のキャラクターの新たなビッグフラッグを作成することになりました。このビッグフラッグの登場で聖地等々力競技場にもさらなる一体感が生まれ、フロンターレを応援するサポーターの皆さんのテンションもヒートアップすると思います。では実際に掲示するビッグフラッグなんですが、縦5メートル横40メートルもあるんですが、本日は実際に制作しますビッグフラッグのミニチュア版をご用意しましたので、ここで皆様にお披露目をしたいと存じます。それではフラッグオープン。新たなビッグフラッグのデザインは横浜の風邪さんのビッグフラッグにつきまして、のび太、ジャイアン、スネ夫が登場するフラッグでございます。実は皆様、制作されますビッグフラッグはこの1枚だけではございません。続いてのフラッグ、カモン。それではフラッグオープン。もう1枚ビッグフラッグはなんとパーマンが登場するフラッグでございます。実は皆様、この2枚だけではないのです。3枚目のビッグフラッグはこちらです。トン。なんと、キテレツ大学から登場でございます。まだあります。そして4枚目のフラッグはこちら。ドン。ほら、すごい。女の子のキャラクター大集合ビッグフラッグです。ドラミちゃんに静かやエスパーマミちゃんなども登場する夢のボヨボヨフラッグでございます。テンション上がってまいりました。以上が新たに制作いたしますビッグフラッグでございます。大きな拍手をお願いします。それではここでご案内の際、ビッグフラッグ芸術の中心として活動されているサポーター団体ビッグフラッグユナイテッドの代表樋口聡さんにお越しいただいています。